皆さんこんにちは。非常識な業種集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは人生を楽しく生きるための新仕事の優先順位のつけ方のコツということについてお話をしたいと思います。私のクライアントさんは教室の先生が多いわけですけれども、皆さんこうたくさんの多岐にわたるお仕事をされているわけですよね。普通に教室をやっている時には生徒さんの指導で、そうではない時とかにはその、レシピを作ったり試作をしたり買い物に行ったり事務処理をしたり SNS の投稿をしたりということで、当然私自身もパン教室をやっていた時にそれを全部こなした上で、さらに新企画新プランとか作りながら前に進んでいってたので、教室の先生の一日の使い方がどれだけ忙しいかっていうのはよく分かってるつもりです。ですのでともするとこうあちこちいろんなことに手を出してですね、収拾がつかなくなるっていう方も結構いらっしゃってですね、たまにご相談を受けると引いた目で見れるので、私の場合にはご自身がどうこうっていうか、客観的にこう見た上でこれは今しないこれはしないとかっていうのをアドバイスしていくことができるので整理されることが多いんですけれども、そういった客観的に見てくれる人がいない場合ですね、自分で判断をしなくてはいけないわけですよね。でその際に、どういった観点から判断していくのかっていう、仕事の優先順位の決め方、一般的なビジネス上でおける考え方っていうのがまずあるわけですよね。でそのビジネス上の考え方がまずあって、でそれに加えて、今回のテーマは新仕事の優先順位のつけ方のコツということで、これはもう私の持論だったりとか、私の考え方がそこに入ってくるわけなんですけれども、そちらの方を合わせてお伝えしていきたいというふうに思っています。はい。それではですね、まず基本の仕事の優先順位の考え方ということをお伝えしたいんですけれども、まずビジネスで普通に考えるときはですね、どういう優先順位で仕事の順番つけていったらいいのかっていう話なんですけど、基本的にはですね、成果をより早く楽に出せる仕事を優先的に順位を高く仕上げていくっていう感じなんですね。ですから早く楽にです。だからすごく時間がかかって重たいものじゃなくて、簡単に成果が出しやすい手早くやっていけるっていうものをまず優先順位として早く行っていく。ただそれと同時にですね、長期的には、重要なタスクっていうのはあるわけですよね。今やらなくても長期的にはどうしてもやんなきゃいけないっていうものですね。それを次に持ってくる必要があるわけなんですよね。重要、緊急とかっていう部分のそういうこう差し迫った仕事は当然やらねばならない、クレームに近いような状態っていうのは、さっきのその成果が出る、楽な仕事っていうのと同時に合わせて考えなくてはいけないんですけど、重要とですね、重要かつ緊急っていうのを先に、次の領域っていうのは緊急ではないけど重要っていう領域ですね。長期的な案件とかそういったものがそこにあるわけなんですけど、そちらの方も結構重要な領域になってきますので、そのクレームになってしまうのはもう最優先になるので、それはやらなくてはいけないんですけれども、よく忘れがちなのは今すぐじゃないけれども将来を考えてやっておかなくてはいけないっていうものを、やれてるか、これをルーティンの中に組み込んでるかっていうのも、一つ大事なことになるわけですよね。例えばそうですね、私で言うと1年先の仕事を考えるっていうタイミングとかは、そうだな、今がだいたい9月とかだと、そうですね、来年の1月の仕事はもうずいぶん前から考えてるので、多分上半期4月ぐらいの仕事とかを今考えてるイメージなんですけど、長期案件的なものは半年前ぐらいにだいたいいつも考えているので、そういう動きで
こう長期のものもたまにね時間を持って考える。12月に1月の仕事を考えてるっていうのはもう結構基本的には遅い、あの翌月なんでやりようがないっていう、あそういう話とかもねありますので、その時間軸的には結構前倒し前倒しで考えていく必要があるっていうのも、まあ、優先順位の決め方の一つですね。あと次にですね、成果に大きく貢献しない中途半端な仕事ですね。それはそもそもやらないっていう選択肢を取る、これ結構やらないっていう選択肢取れる人、少なかったりするんですけどね。やらないっていうのは要は切ってしまうっていうことですね。その仕事自体をやらないっていう決断をするっていうことです。ちょこちょこやっているとですね、やっぱり変に時間取られたりとかしますのでですね、これをしないという決断するだけでもその時間が削られるケースがあって、本人は慣習だからとか、今までもやってたしやってることだからっていうことでやってしまうような、惰性みたいな形のタイプの仕事は切ってしまう方が成果に直結する場合がありますので、こちらも判断をしてやらないっていう決断をするっていうのも一つ事業を整理する上でのとても大事なことです。あと次はですね、実行に移す、その身軽さですね。自分がパッと行動できるその着手までの時間が短いものの方がさっとやっていけますよね。だから自分の中でですね、私違うところでもお話はしたことがあるんですが、いつでもこう準備ができてる、アイドリングができてる状態だと、まあ、仕事が入ってきてもさっとすぐこなしてしまうのと、あと切り替えが私早いのでマルチタスクがしやすいタイプなんですよね。もちろんデザインとか、ランディングページの長いセールスレター文章とか書くときには3時間とかがっつり取ってその世界にどっぷりハマって他の仕事はしないようにするっていう時間を作るんですけど、通常の例えばメールチェック、メール処理、コメントを出すとか出さないとか、それはもう同時並行で3個か4個ウェブサイトを開けといてそのまま入ってきたなりきにどん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 処理していくっていうやり方とかをやっているので、アイドリング状態だとそれできるんですよ。だからやろうって決めてから実行するっていうまでのこの時間をどれぐらい短くできるかっていうのも、多分皆さんの話聞いてると、よしやろうって決めてからなんかうだうだいろいろ考えて15分20分、場合によってはちょっとふーって一休みして30分してからやるとかっていうのが、これが一個の作業がもしそのレベルだったとすると、例えば私が立ち上がりに時間かかんない30秒以内に次のパッと移して切り替えてやっていくことができる人だったとしたら、30秒と30分の違いがあるわけですよ。7つの仕事とかを仮にやろうとした時に30分待たないと次の仕事できないタイプの人はそこで210分ですね。7321ですからね。これすごい時間の使い方の大きな違いになるので、パッと決めたらパッと動けるかっていうこの切り替えの速さっていうのがやはり非常に優先順位とかもつけていく上でパッと動いてパッと処理していけるっていうものをサクサクこなしていくっていうのも順番を作る上ではとても必要になってくる内容になってきますね。ですから訓練です、これ。私も最初はうだうだ時間かかってたんで、意識するようになるとだいぶその時間が瞬時に立ち上げと切り替えができるようになるので、これやるといいですね。あとまあ飽和状態になってくると効率が悪くなってくるので、まあ本当にこれは、まあ、メンタル的な部分、高い集中力をコントロールする上で一般的にいいよって言われている方法をいくつかお伝えしたいと思います。まず1つ目が適度に休憩をとる、2つ目が作業場所を切り分ける、まあ、気分転換ができるような場所でやる。私の場合には家でじゃなくてスタバでわざわざランディングページ作ったりとかですね、環境を変えて頭の脳の動きを変えるっていうことをやったりしますね。
小さな作業でもスケジューリングしてちゃんとこなしていくっていうことですね。で、小さな決断には神経を使わない、あとは整理整頓はこだわりすぎない、整理整頓すると綺麗に仕事ができるからって言って整理整頓にめちゃめちゃ時間かけてる人は本末転倒っていうことですね。で、最後が、仕事に集中するときと遊びに集中するときを切り替えて行っていく。まあ、私の場合ねちょっとここ特殊でですね、仕事と遊びがほぼなんか一緒くたになってるので切り替えあんまりしてないんですけれども一般的にはそういうふうに言われています。はい、まずこれが一つのこう世の中一般的に言われているセオリーなんですけど、まあ、これに加えて、まあ、私の新仕事の優先順位のつけ方っていうのをちょっとお伝えしようかなと思っているんですけれども、まず何なのかっていうことは今までのはね本当にあのビジネス上で普通に言われていることなんですが、私の仕事の順位のつけ方はですね、切っていく時の考え方なんですけれども、やりがいとお金ですね、この関係をどうバランス取れるかっていうのも一つ提案したいことなんです。あの、まあ、女性は特にもしかしたら感情の部分で引きずられることが多いからなのかもしれないんですけれども、ね、乗らない仕事とかいやいややってる仕事っていうのは効率すごい悪いんですよ。あの私の場合の自分の肌感覚はすごい楽しいやりたい仕事めっちゃ早いとするじゃないですか。それのですねやりたくない仕事って多分時間軸もそうだしメンタル的にはやりたくないなっていう、まあ、ルーティーンが嫌いなんですけども、それ10倍ぐらいなんか遅い気がするんですよ。っていうことはそれをやった後またこっちに戻る時にまた時間かかるのでものすごい時間を食う仕事っていうのが嫌な仕事なんですよ。で、あのどうしてもやらなくてはいけない仕事ってあるじゃないですか。私は一応会社の社長職として動いているわけですので、まあ、税理士さんに提出するための基礎資料の書類とか、まあ、そういうものとかあの作ったりとかするわけですよね。でそれっていうのはあんまり好きな作業ではないし、数字の分析はあの考えるんですけど、それを入力するとか打ち込むとか整理するっていうのはまあ、面白い仕事じゃないじゃないですか。その事務作業自体は別に私じゃなくてもできるわけですよね。でそういう仕事はもうこう自分のモチベーションが下がる仕事の一個って自分が理解していて やってるんですよ。当然自分がやったものしか私人に引き継がないので、一旦自分でやってみてその時間のかかり方と気持ちのこう落ち方とそして回復するまでの時間を考えると、お金を払ってでも人にお願いした方がいいっていうものになる時にはそれは人にお願いするっていう感じになるので、まずこう自分が得意じゃなくて嫌だなっていう仕事を自覚することができるかっていうことと、それをまあ人に振ることができるかどうかっていうのを考えてみるっていうのがまず一つ目ですね。でもう一つは、本当に嫌だなっていう仕事はですね、まあ、思い切って切る明日から暮らせない、ご飯も食べられないほど逼迫してる状態だったら嫌だろうがなんだろうがもうそれは気持ちを殺してやるしかないですよ。だけれども、まあ、生きていることができてご飯も食べることができて家があって屋根があって雨露しのげるっていう状態で、自分の好きな仕事を進めていきたいというふうに思うのであれば、お金がいくら高くてもそれを受けないという勇気ですね、やらない受けないか断るっていう勇気、これが多分案外大きな時間を奪ってる要因になってる可能性が高いんですよ。だからそのお金をいくらなら切れるのかっていうね話なんですけど、まあ私は本当にあの自分の経験上ですね、まあ、1000万近くの仕事を断った時に自分の心は自由になったっていうふうに思いましたし、あの私が偉いって言ってるのではなく、その仕事を受けることによって神経が疲弊するそのマイナスのデメリットっていうのは他の仕事へ全て影響してきちゃうので、他の仕事も停滞してしまう可能性があるんですね、一個の仕事のせいで。ですので
それが100万だろうがいくらだろうが、その時自分が持ってるお金が少なかったとしてもですよ、死ぬような状態じゃないレベルだった時には断るっていうやっぱり勇気を持った瞬間から、心が解放されるので、手元には楽しい仕事しか残らないので、すごく効率もいいし能力が発揮されることを私が自覚しているので、今日も生徒さんから、そういったご相談を受けた時にですね、数万円の仕事、固定収入がある、でもそれをやるとものすごく神経が疲弊して気持ちが萎えるし、実際にこうはーってため息をつきながらやってる仕事があるっていうふうに言ったので、彼女の場合は別に食べることができてますのでね、もうその仕事は迷わず切ってくださいっていうことをお願いしました。その神経で教室の運営をですね、楽しい方の教室運営をやろうとする時のこの影がどうしても出てしまうからもったいないんです。その関わってる時間を教室運営の本当に好きなことに転換したら、もっと売り上げが普通に簡単に上がる可能性が高いんですよ。で、あともう一つ私が経験してて分かってるのは、その勇気を持ってその仕事を切ったとするじゃないですか。ここから先の話は信じる人信じない人で構わないんですけども、切る勇気を持った時にすごく楽しくってやりがいのあるいい仕事の同等金額の仕事って普通に入ってきちゃうんですよ。だから入れ物いっぱいだと入ってこないんですけど、入れ物開けて嫌な仕事とか避けて切ってしまうと、そこに空いたスペースに本当にやりたい楽しい仕事が同等の金額か、場合によっては倍のものとかも入ってきたりするので、これ見えないからそんな勇気ありませんっていう人はそういう経験できないんですけども、これはその覚悟ができた人のところにもたらされるギフトなんじゃないかなっていうふうに思ってて、独立自営の個人事業主の喜びは仕事を選べることっていうのがやはり一番大きな喜びなんじゃないかなっていうふうに思うので、それをこう勇気を持って決断できるかっていうのが一つポイントになってくるかなっていうふうに思っています。ですので、高橋貴子的な部分の結構重要なポイントはですね、その仕事は楽しいか楽しくないか、やりたいかやりたくないか、その基準で金額をも左右する、金額が高くてもやらないっていう決断ができるかっていうのが、人生を楽しく生きるための仕事の優先順位のつけ方のコツとして私が皆さんにお伝えしたいかなっていうふうに思ってる内容なんで、よかったら参考にしていただけたらというふうに思いますので、試してみてください。それでは。